こんにちは、榎本美沙です。今日は濃くて美味しい本格チャイの作り方をご紹介したいと思います。スパイスの香りと紅茶の香りがすごく華やかな、カフェで飲むようなチャイをですね、ご自宅でも簡単に作れる方法をご紹介します。スパイスを水から煮出すことで、しっかりとスパイスの香りを引き出していきます。ぜひですね、お家でカフェ気分を味わっていただけたら嬉しいです。では材料の説明です。まずこちら、紅茶の茶葉になります。そして牛乳で、これがですね、ホールのスパイスですけれども、ないものがあればあるものだけでも構いません。シナモンスティックですね。でカルダモン、クローブ、あと生姜のスライス、そして砂糖になります。ではまずスパイスの処理をしていきます。スパイスはですね、ちょっと砕いたり潰すことによって香りが良くなりますので、香りが出やすくなりますので、そうしていきます。まずシナモンスティックはですね、割ります。そしてカルダモンはですね、ちょっと爪を入れて潰します。そうするとこのように種が出てきます。そしてクローブもですね、ちょっと手でギュッと押すと潰れますので、潰していきます。このようにですね、砕いておくとすごく香りが良くなりますので、ぜひやってみてください。はい、では小さめの鍋に水を入れます。そして先ほど砕いたスパイス、そして生姜ですね、薄切りにしたものを入れます。こちらで中火にかけていきます。スパイスは水から入れることでスパイスの香りを引き出していきます。はい、ふつふつと沸いてきました。そしたらですね、少し火を弱めて、弱めの中火ぐらいにして2分ぐらいですね、スパイスの香りを引き出すように煮出していきます。2分経ったら、紅茶の茶葉を入れます。こちらでさらに2分煮出していきます。はい、そしたら時間になりました。しっかり茶色く煮出されていると思います。そしたらですね、ここに牛乳と砂糖を入れていきます。こちらで温まるまで加熱をします。はい、では温まりましたので、こちらで出来上がりになります。茶こしでですね、こしてカップに入れていきます。こちらで出来上がりになります。はい、では出来たてのチャイいただいてみたいと思います。ちょっとですね、顔を近づけただけでスパイスのいい香りがしています。いただきます。スパイス水から煮出したので、すっごくスパイスの香りがしっかりしていて美味しいです。甘すぎるのが私少し苦手なので、ちょっとすっきりした味わいにしています。これはカレーの後に飲むのももちろんいいんですけれども、普通にちょっとティータイムに飲むみたいなのでもおすすめです。美味しい。ミルクたくさん使うので、
と紅茶の茶葉はですね、ミルクと相性がいいものがおすすめです。例えばアッサムとかですね、セイロンティーとか、そのあたりがおすすめになります。で、今回ホールのスパイスをたくさん使ったので、すごく本格的なチャイに仕上がってますけれども、もしホールのスパイスないという方がいらっしゃったら、粉のスパイスで適量で代用もできます。その場合はですね、水から煮出すというよりかは最後の仕上げに入れて、最後こしてという感じの方が美味しく飲めるかなと思います。いやー、チャイこれいくらでも飲めそうですね。カレーとでもいいですし、スイーツとも相性が合うような感じですし、これだけでも満足です。はい、今回スパイスたっぷりの本格チャイの作り方ご紹介しましたけれども、これからもいろんな料理をご紹介できたらと思っています。ご興味ある方はチャンネル登録、いいねボタン押していただけたらとっても嬉しいです。